はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、リクエストスキル解説ということで、えー、コメントいただいたので、えー、お話ししていこうかなと思います。まあ、今回なんですけれども、えー、チェイシング系。まあ、これについてちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、確かにね、最近結構ね、増えてきたなっていうか、なんか結構印象に残る選手。例えば、ま、あそうですね、湘南ベル、あー、えっ、ー、と、湘南じゃない。 えー、ベルマール平塚の中田秀俊選手とかにね、まあ、ついてきてたりとか、まあね、最近の結構限定の選手にも、うん、まあ結構評価いい、まあ僕が結構いい評価出してる選手についてるのを多分見てたと思うんですけど、結局チェイシングって強いんですかっていうね、はい、質問が来ましたので、確かにこれね、いまいちね、うん、浸透してるようでしてない可能性もあるんで、で、しかも、 その最近ね、J クラ始めた方もね、おそらくいるんじゃないかなということで、まぁ、あ、ちょっとね、絞ってですが、このチェイシングのね、スキルについてちょっとね、思うことをお話ししていこうかなと思います。まぁ、あ、鋼の心臓、オフェンスブレイク、ハードチェイシング、まぁ、あ、大体これがね、チェイシング系の派生になってるものなんですけれども、じゃあこれが果たして強いのかとか、まぁ、あ、タックルとどう違うのかとか、まぁ、あ、そういうところもね、うまく交えながら、えわ、ー、かりやすくできればね、お話ししていけたらなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね。じゃあ、この、チェイシング系のお話なんですが、そもそも皆さん、この、チェイシング系のスキルの役割って分かってますかねうこん。これ意味合いはね、まあ、チェイス、チェイスとか、チェイシングっていう、この、言葉の意味をね、もう捉えると、まあ、はっきりしてくると思うんですけれども、ということで、まあ、チェイシングとは何なのかというところからね、やっぱりね、説明入っていきたいと思います。こちらです。はい。え、チェイシングはやっぱ、チェイサーから来てるんですよね。意味としてはね。はい。 まあ、チェイサーということは、まあ、追いかけるとかね、追跡するとか、まあ、そういった意味があるわけなんですけれども、まあ、ボールで相手が持っているボールにあ、ボールを持っている相手の選手に対して、えー、そこに、えー、迫って、まあ、追いかけて、えー、ボールを奪いに行くスキル。まあ、これは、ただ、まあ、タックルも同じようなことが言えるっちゃ言えるんですけれども、まあ、タックルは、どっちかというと守備側の意味が多分あると思ってて、まあ、ボールを持つ相手に対して滑り込みはぶつかること。まあ、体を当てたりとかね、うん。 まあ、ええー、そういったことでね、ボールを取りに行く。まあ、基本的にボールを奪うというね、行為に関しては一緒なので、まあ、類似スキルと思っていいと思います。まあ、ただまあ、J クラ的に分けるんだったら、意味合い的に分け、まあ、意味合い的というか、まあ、イクラ的に分けるんだとしたら、まあ、だいたい CMF から、うん、まあ、上の方とかかな。うん、まあ、ポジションとか。まあ、要は攻撃陣が、のタックルが、まあ、チェイシングみたいなもんかな。うん。 って思ったらいいんじゃないかなと思いますね。はいまあ、j クラ的にはそこのまあポジションで分別されてるぐらいで、あとはそんなに多分強さとか意味合いとか、そんなに大きくは変わらないと思います。で、ここでね。一つね疑問が出てくると思うんですよ。じゃ、トルクモーターはって。<laughs> トルクモーターはね、ちょっと特殊なんですけど、あれは、まあ意味合い的にはピンポイントタックル上位と言われてます。はい。ただ僕個人的にはまあチェイシングの上位と思ってもいいんじゃないかなと思ってて、まあ一応スキル的な、その J クラ的な括りとしてはピンポイントタックルの上位ですが、トルクモーターもチェイシング能力結構高いんですよね。ポトルクモーターこそチェイシングなんじゃないかなと思うぐらい、結構相手に対してね、あのしつこく追いかけていってくれるので、 ほしのチェイシングは僕、正直トルコモーターだと思ってるんですけど、まあ意味合い的にはそんなもんです。まあポジションとかによってちょっと分かれるかなっていうところですね。はい。というところで、まあポジションの話ちょっとしちゃったんですけれども、まあチェイシングを持つポジションの選手としては、まあ基本的にはやっぱね、さっき言った通り CMF、 より上のポジションの選手につくことが多いですね。はい。まあたいボランチとかだと、まあ主力、まあ主体ボラン、ボランチとかだとまあタックル系になっちゃうかな。うん。まあそれこそね、上位スキルになるとトルクモーターとか、まあそっち系になっちゃうんですけれども、まあたい CMF から上ですけど、ただ、えー、複数ポジション持ってる選手とかいますよね。例えばサイドバックもできて、えー、CMF とかもできて、まあ今回 CMF っぽいところでね、感じのカードが出てて、 例えば、まあ、オフェンスブレイク持ってるとか、まあ、はの心臓持ってるとか、まあ、そういった選手もいると思うんですが、一応このチェイシングスキルっていうのは、一応ね、ディフェンスラインっていうか、まあ、結構自陣の方、でも発動はします、一応ね。ただ、 うん僕もそんなに、うーん、そうですね。めちゃくちゃ、その、なんていうかな、検証とかしたことがあるわけじゃないんですけれども、まあ、発動は見たことあります。ただ、積極的に発動するかっていうと、まあちょっと、そこは怪しいところが正直あるのかなと。まあタックルの方がそれだったらいいんじゃないかなっていうのは、まあ一理あるんじゃないかなと思うので、まあ基本的には CMF より上のポジションで、まあ、生きるものと思っていいんじゃないかな。まあ一応ただ下の方でも発動はします。まあここは、まあ勘違い、えー、しないようにぜひね、してください。 無礼じゃないと発動しないってわけじゃないんでね。うん。まあ、ここは意外とね、勘違いしやすいポイントなんで、ちょっと気をつけてください。はい。ということでね、じゃあここからもうちょっとね、本質に入っていきます。まあ、チェイシングというものがね、どういったことかってどういったものかと分かっていただけたと思うんですが、じゃあ結局ね、まあ、今日の議題にも上がってますけど、まあ、チェイシングって強いのっていうところのお話に踏み切っていきたいと思います。 まあこれに関してはね、正直まあスキルが云々もあるし、当然ね、そのスキルが強い弱いもあるし、まあその持ってる選手にもよるんですよね、やっぱスキルってね。うん、まあそれはもうどのスキルにも言えることなんですけれども、まあ個人的な評価としては正直強い部類には入ってくるかなと思いますし、まあやっぱね、えー、まあそうね、まあこれまで、てかまあ最近3スキルになって、うん、まあそのね、スキルの付け方ありますけど、 このね、意外とね、B スキルのチェイシングがあるっていうのもね、結構ね、魅力っちゃ魅力なんですよね。この3スキル構成になったことでね。うん。っていうところで、まあ、ちょっとやっぱ魅力的かな。まあ、そのね、大まあ、3スキルの構成として1つにチェイシングがあるっていうのは結構ね、面白いんじゃないかなっていう意見ですね。うん。まあ、これはちょっとね、あと、あとでね、おいおいちょっと深く掘り下げていくんですが、 ま,あまずやっぱチェイシングってじゃあね強いかどうかって言って強い部類だと思いますっていう答えをしたんですけれどもじゃあなどういったところがってもうちょっと具体的にお話ししていきたいんですけれどもまあチェイシングの強みとはというとこでまあ高い位置からやっぱボールダッシュすることで攻撃面がねうまくいきやすいっていうかまあ仕掛けやすいってねそれからねそこから攻撃始めれるっていうのがまあ結構やっぱメリットかなと思います。 まあこれはね、チェイシングといえば、まあいろんなポジションにつくね。で、例えばまあ CF の選手とかについたりとか、まあシャドウの選手についたりとかもするわけなんですが、まあ例えば相手のセンターバックとかをうまく引っ掛けると、そこからもうね、えー、そのまま進んでシュート打ったりとか、まあできたりもするし、もうちょっと低め、例えばトップ下の選手とかでもまチェイシングかけた後ね、もうまあチェイシングしてうまく取ったとして、で相手の選手がまあセンターバックを含めて何人か残ってても、まあこっちの選手たちのね、数もあるので、まあ数的優位にね、ちょっとなりやすかったりとか、そこからパス出して、まあフリーになってる味方選手にね、パス 出してそこかシュート打ったりとかというね攻撃の組み立てがもともと普通だったらディフェンスラインとかでカットしたら下の方から始めないといけないんですけれども、まあ、それが結構上目のところから始めれるっていうのは、まあ、やっぱ、うん、攻撃っていうかまあ点を取ることにおいてねやっぱメリットだと思うんで、まあ、これに関してはねすごくいいのかなと思います。 であとは、ま、チェイシングで奪ってからの、やっぱね、そのスキルコース、まあ、そのスキル構成に、その選手によるスキル構成によりますけれども、さっき言った通り、ま、シュートとか、まあ、ドリブルとかもそうですね。シュート、ドリブル、パス、うん、まあ、ね、サイド系の選手だったらクロスとか、まあ、そういうところと、ま、つながりやすい。まあ、結構、結局奪ってからのそういったね、スキルに持っていきやすいっていうのも、まあ、今のね、この3スキル性に非常にマッチしてるんじゃないかなと。 これ2スキル制の時はね、そんな注目されてなかったんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、2スキルだと、チェイシングで1個埋まっちゃうとあと1個なんで、やることって限られてくるんですけど、これ3スキルってなると、大体2個ぐらいはやることできるんで、例えばパスでもシュートでも、まあクロスかもしれないし、まあいろいろあると思うんですけど、まあそこにね、まあ繋げやすくなったし、まあできることも増えたということでね、スキル構成増えたことでね、前の2スキル制とかの時に比べると、まあ結構価値は上がってきてるんじゃないかなと思います。 はい。で、あとね、まあ、こういったところで、まあ、強みがあるよというところが分かったと思うんですが、まあ、結局でも、結構、上目の選手たちって、能力値がね、まあ、チェーシングって一応ディフェンススキルなわけですよね。うん。ということは、まあ、ディフェンスがね、結構影響してくると思われると思うんですが、まあ、ただ、上目のポジションの選手たちって、ディフェンス少ないじゃないですか。じゃあ、少ないのに意味あんのっていうところも、ちょっと、お話を掘り下げていこうと思うんですけれども、 え能力値との相性はというところで、えー、チェイシングはまあディフェンスね、スキルに分類されるが、ディフェンス値が高くなってもね、ダッシュする可能性はそこそこあるんじゃないかなと思ってます。で、これも、まあ選手によってね、変わってはきますけれども、まあなんかイメージ的に例えば、まあ中田秀俊選手の、うん、まあスターとかね、結構僕試合させてもらうことありますけど、まあ普通のね、あの、あの TS とかもまあありますけど、それなりにダッシュ率あるんじゃないかなとかね、思っちゃったりするんですよね。やっぱね、あれが結構脅威だったりもするので、 まあ個人的には、まあ、その選手に結局寄るんですけれども、まあ、うん、ダッシュの可能性はあるんじゃないかなと思ってますので、まあ、結構使えるんじゃないかなと思ってます。で、ただですね、まあ、タックルほどのね、精度はないと思ってください。まあ、これは当然なんですけど、ディフェンダーほど、あの、狩るわけではないと思ってください。 で、ファールもね、まあ当然まあやっぱりそれに伴ってね、あの、付きまとうことでもあるので、まあこれはただね、まあ仕方がないことなんですけれども、まあ運悪くね、カードもらうこととかもあるが、まあそこはね、気がす、うん、気にしすぎると、まありがないっていうか、まあそれはもらったらもらっちゃった時なんで、もう運が悪いとしか思うしかないんで、 まあ基本的にはまあそこは気にしなくて、まあ、単純にそのタックルの精度がそれなりにあると思って、まあ、使っていいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあやっぱね、さっき言った通りメリットの方がでかいと、うん、思っていいんじゃないかなと。先にメリットのお話しましたけどね、さっき言った高い位置から。 ね、カットすることによって攻撃仕掛けやすくなったりとかまあそもそもこれディフェンスにディフェンスっていうかまあそのやっぱ攻撃の時間が長くなれば長くなるほどまあおのずと趣味の負担減ってくるんでまあチームにとってもねそういう相乗効果もたらすんでまあ個人的にはいいんじゃないかなと結構楽になるんじゃないかなというところで含めてまあそのメリットの方がやっぱりでかいのでまあ個人的にはチェイシングスキルというのはまあうん結構強いんじゃないかなと思ってますねそういう意味合いでねまあいろんなところにメリットがはい出てくると思います。 で、最後に、まあ、チェイシングはじゃあ優先的に使うべきなんですかというところなんですけれども、まあ、これは他のスキル構成にも正直ね、残り2スキルのスキル構成によりますが、組み合わせ良ければやっぱ使いたいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、これは僕自身の考え的には、ま、ね、まあ、例えば、そうですね、トップ下の選手であっても、ま、チェイシング、パス、シュートとか、 まあ、このパス、シュートスキルにもよりますけどね。まあ、それか、まあ、フォワードとかでもね、チェイジンが入れて、まあ、しっかりとしたシュートスキル持ってるとか、まあ、結局そういうところも大事になってきますが、まあ、結,結局は、まあ、補助的スキルな意味合いが強いんでね、まあ、メインウェポンで何を持ってるかというのはすごく大事なんですけれども、まあ、それ次第では結構優先して使ってもいいんじゃないかなと思います。で、えー、シュートやね、シュートスキルやパス、えー、クロスフラスルなど、まあ、いろんなスキルと相性がいいため、うまく活かせば攻撃が活性化するでしょうということですね。うん。 でまあこれはさっき言った通り攻撃にも生きるし、まあ、守備面にもねちょっと自分にまあ楽をもたらすことにもなるので、まあ、個人的には、うんまあ、そういったところを踏まえると、まあ、今回チェイシング系が強いのかというところに関しては個人的にはまあ強い部類に入るんじゃないかなというところとあとはただねチェイシングってさっき言った通り補助スキルなのでその、ね、他にの他のその選手のまあスキル構成だったりとかいうのも結構影響がしてくるので。 まあその選手の良さに結構フィットするかどうかっていうところも大事ですかね。うん。例えば、チェイシングで奪った後に何がこの選手できるのかなと。うん。まあ、やっぱそういうところも結構大事。つ、ま、な、あ、がるかどうかっていうところも大事なんで、ただ、チェイシングを持っていれば優先的に使えばいいってわけではないので、そこだけは勘違いしないように、ぜひね、気をつけてください。まあ、想像の範囲でね、チェイシング、例えば、ポジションにもよりますけどね。まあ、 結構最近ね、まあ、ライトニングエッジもチェイシング系の選手出ましたけど、まあ、チェイシングした後にじゃあクロスが上げれたらいいなとか、まあ、なんか上げれそうだなとか、ねまあ、トップ下の選手だったらこのままパスに繋がりそうだな、このまま長距離ね、シュートに繋がりそうだなとか、まあ、えー、そういったところですかね。まあ、特にね、まあ、シュートスキルで相性がいいと思うのはやっぱり異次元超次元かな。うん。まあこれは奪ったところにもよるんですが、結構射程距離入っ,て入ってくることも多いと思うんで、まあ相性はいいんじゃないかなと思いますね。はい。 まあやっぱりその奪った時奪ったところからどうね持っていけるのかというのをね意識した上でその選手がそれに対してえー、なんかねそういった発動が見えてくれば是非ね使ってあげてみてはいかがかなと思いますはいということで今回ねチェイシング系のスキルについてお話をしていきました、まあ、ただあくまで僕の主観なところもあるのでこれが完全100%正解とは言えないと思うし人によって考え方も違うと思うので まあよかったらね、まあ、参考程度にぜひね、聞いていただければ、まあ、参考して、参考にしていただくところは、まあぜひね、参考にしていただければなと思います。まあ皆さんが使ってね、ほのほの使っていく、まあ選手も当然使う選手も違うので、思ってることは違うと思うんでね、はい。まあそれに関しては皆さんの意見があると思うんで、そちらを尊重してみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。